こんにちは。今日は自分の命についてお話ししましょう。自分の命の長さっていうのはどこで決まるのっていうね、疑問皆さんありませんか？前回の動画でタバコやお酒、憑依体によって一緒にあの世に連れて行かれてしまうことがありますよってお話しした、しましたが、この命の長さっていうのは実はよく分かってないわけですよね。ただ和洋理論の中では、魂のエネルギーが尽きるとあの世に帰るというようなことが書かれています。でこのエネルギーは出たり入ったりするものではなく、生まれる前に決まった量、生まれる時に持ってくるんだっていうようなことが書いてあります。ただこれ他人から分けてもらえないのかなっていうのは今ただいま私は実験中。これどうやって実験するのって言われると全世界に公表することではないので、マル秘です。セミナーでもあればねこっそり話しますけど、ただまあ分けてあげられるかどうかっていうのも正直わからないところです。ただまあこの人も影も薄いしやばいなっていう人に私の寿命を分けてあげようかなと思うこともあるので、そういう時はね、まあ、その人がどう生きるのかを見ることによって、で自分がどう死んでいくのかを見ることによって寿命が違うのかなっていうのは分かるのかなって思ってるんですが、まあ、ここら辺はちょっと非常に見えない世界の話なのでここまでにします。で今すごくあの世に帰る人が多いと聞いています。まあ、自殺ですよね。でこれは止めた方がいいの、止めない方がいいのっていう話ありますよね。多分自殺は止めた方がいいんですかっていう質問をしたら 99% の人がその方がいいと言うと思います。で、いただいた命、預かった命、このように生まれるために与えられた命を自ら奪うというのは問題あろうというのが、発端になっています。ただ自殺をさせないというのはその時代、苦しみから学ぶ時代のルールだったんですね。でないと苦しいことがあるとみんな死んだんですよ。ボロ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 死んじゃうから死ぬことを止めなければならなかった、ね、あの世に行くことを止めなければいけなかった。だからこの厳格なルールを作ったという過去があるそうです。となると、昼の時代になった、王の時代になった、時代が真逆になった。これによって自分の命の長さは自分で選ぶことができると考えても良いのだろうかと思います。ただこの世でしなかった課題じゃどうするの、次の来世に持ち越しですということではありますね。ここは不明な点です。ただ自分でやっぱり全てをコントロールし自立し、自分の技によって自分の人生を楽しく生きるというのが今の時代です。この段階において自分はもうあの世に帰りますよ、役目終わりましたよというのであれば、まあ本人さんは苦しいからっていうんでしょうけど、まあ、役目も終わったのかなと、どう考えていいのかなとは思っています。で一番しないでほしいのは責めることです。悲しいからねどうしてもね相手を責めるんですが、どうしてもその逃れられない運命の中でそこにたどり着いたわけですよね。人は日々選択肢があります。1個ではなく2個ではなく3個ではなく、いくつもの選択肢の中から一つ選んで次に行き、また一つ選んで次に行き、一つずつ選んだ結果として今の自分の性があります。これは選ばされたのではなく選んだわけですよね。で選びたくないからあの世に帰ったと多分、この世から去った人たちは言うと思うんですよね。ただこれもエネルギーが尽きたからあの世に行ったんじゃないのって、病気で本来死ぬところを自分で選んだんじゃないのという考えもあるわけですよね。
だから本当に運命って誰かがコントロールできることではないので、こんな話を聞きます。大病してやっと病気が治って生き返った、本当に良かったね、あなたにまだまだやることがあるんだねって言って家に帰ってきて、お風呂場で石鹸にずるっと滑って頭打って死にましたっていう方がいらっしゃいました。これはどうしてこんなことがあるのって、あんなにみんなで喜び合ったのになぜそんなことがあるのっていうね、質問を以前されたことがあるんですが、やはり寿命というのは絶対に変えることがない現実なんだと思うんですよね。私いつも悩むんですね。例えば自分の大事な人が亡くなる時に、老衰で亡くなるのか、病気で亡くなるのか、事故で亡くなるのか、事件で亡くなるのか、自ら命を絶つのか、いろんな方法あるじゃないですか。どれだったら腹が立ち、どれだったら悲しくて、どれだったら、仕方がないと思うのか、こういう感情について意味通も思うんですね。この感情意味ないんじゃないかと、死を前にしてこれだったら腹が立ち、これだったら悲しんで、これだったら人生全うしたね、よかったねと喜んでみたいな、そうではなく、もともとこの世から役目が終わって去っていった人に対して、今生きている人たちはあなたたちから学んだことを生かして私たちも頑張りますという姿勢で生きていくのではないのかなと常々思っています。皆様いかがでしょうか。で、来年に向けてとにかく増えます。今選別が起きています。次の世界を作る人間として生かしていくのか、また新たな時代へ連れていくためにあの世に帰るのか、二者択一になっています。で、この時期ね、セミナーでいつも言われたのは、生き抜いてください、とにかく生きることに全力ですっていうんですね。だから自分の名を上げるとか、仕事が成功するとか、恋愛が成就するとか、楽しく暮らすとか、そういうことではなく、生きるということだけに集中してくださいと。来年宇宙レベルがプラス1に変わるとき、やはり変化が起こります。この変化に、変化の、まあ私は網があるのかなと思うんです。網というか、ゲートという、ゲートだとちょっと意味、網かな。この網をくぐれない人たちっていうのはどうしてもボロボロ落ちていくんですよね。自分は必ず網を通って次に行くんだという強い決心のもと、どんな辛さが来ても乗り越えてほしいと思います。で、本人が乗り越える力のない人っていうのは、もう何があっても乗り越えられないわけですよ。突然ポンとなくなるわけですよ。だから、なくならない努力を常にして、あとは運命に委ねるしかないと私は思っています。皆さんはいかがでしょうか。じゃあ周り、ここでこの話をしてきて、じゃあ周りに自殺をしようとしている人がいたら私はどうしたらいいのっていうことになりますよね。これは人と人との関わりの中に互いに学んでいくので、止めたいと思ったらぜひ止めてください。止めることがこの人にとってはもう辛いだろうと思うならば一緒に泣いてください。ここはもうそのケースごとに違うと思います。あなたが感じたことを実行することで一番それが成果になると思います。で、実行できなかったことで自分を責めるのはやめてください。自分ができる努力をしたけれど他の人が亡くなってしまったということに対して自分を責める人がいますが、これはもう決まっていた未来でしたから、あなたが何をしても変わることはない未来です。とするならば、ここからあなたは何を学び、何を得て未来に行くのか、ここを考えてほしいと思います。今日はここまで。またねー。